安倍総理大臣は18日、総理大臣公邸に、本語が堪能な各国の駐日大使を招いて昼、会を開き、3年後の東京オリンピック・ラリンピックの開催に合わせて、より多の外国人が訪れるよう、日本の良さや文の発信に協力を求めました。安倍総理は、海外での日本語教育の普及や日文の発信に向けて、18日、総理大臣屋敷に日本語が堪能な各国の駐日大使を招いて昼食会を開き、インドやニュージーランドなど24の国の大使が出席しました。の中で、安倍総理大臣は、東京オリンピック・パラリンピックでは、多くの外、人の方々が来日するが、皆さんの母国か、もう多くの人たちにお越しいただくのを楽身にしている。日本の理解者が増えていることを期待し、おり、皆さんには日本の差や文化を発してもらいたいと述べした。また、バイ総理大臣は、日はもっとこうした方がいい。政府、こうした面が足りないということが、ば、率直な意見をいただきたい。202、年の東京大会までには時間があるので、